フットプリントセンターはアメリカ合衆国アリゾナ州フェニックスにある多目的競技場。1992年にアメリカウエストアリーナとしてコケラ落とし、命名権を取得していたアメリカウエスト航空が US Airways を合併した際に社名を変更したことにより2006年1月に US Airways センターに改称された。US Airways は後に アメリカン航空との吸収合併により消滅し、2014年12月、同州スコッツデールにあるリゾートトーキングスティックリゾートが新たに命名権を取得し、2015年夏にトーキングスティックリゾートアリーナに改名した。2020年11月6日、トーキングスティックリゾートとのネーミングライツ契約の執行が発表され、その後はフェニックスサンズ、 アリーナの名称が使用されている。2021年7月16日、アリゾナ州ギルバートを拠点とする材料、科学会社フットプリントがアリーナの命名権を取得し、サンズとの長期的なパートナーシップの一環としてフットプリントセンターに改名した。NBA のフェニックス・サンズ、ワンバの フェニックス・マーキュリーの本拠地としても使用され、NBA オールスターゲームでは1995年に、また WWE のサマースラムが2003年に、開催された。ありがとうございます。